東京九段北の靖国神社には超党派の国会議員がつい先ほど集団参拝しました。安倍総理大臣は今年も参拝を見送りました。集団参拝した国会議員は衆議院議員42人、参議院議員21人の合わせて63人でした。これに先立って自民党の小泉進次郎筆頭副幹事長や稲田朋美元防衛大臣も参拝しました。安倍総理は今年も終戦の日の参拝は見送り、側近である自民党の柴山総裁特別補佐が代理で玉串料を奉納しました。玉串料は自民党総裁安倍晋三として私費で納められました。